義姫は大宇の武将最上義明の妹で伊達政宗の母でもあります。また東国一の美少女と言われる駒姫の叔母というだけあって大層美人だったといいます。そんな義姫ですが、戦場の鬼姫と言われる戦場での座り込みという逸話があります。天正16年1588年、息子の伊達政宗が大崎義高を攻めたのですが、その敵方である大崎側に兄の最上義明が加勢していたのです。そこで義姫は兄と息子が対峙している現場へ腰で乗りつけ、両軍が陣を置く、その中間地点に狩屋を建て籠城したのです。驚くことに、その籠城は約80日間、優勢だった最上義明も妹に根負けし、和睦が成立したのです。